が、珍しくね、はい、道重が今日は、はい、いないんで、はい、今日は道重の代わりにはリンリンが、はい、いえい、社長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 一つ今日はよろしくお願いします。社長もうすぐ金を切る社長、はい、モーニング娘。の金するリンリン、道重がいつもね、はい、奢ってくれて、いつも食事代を出してくれるから、はい、ありがたいって言ってるのよ。いや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 、何が、いや、なんか別になんか母、おいや出してしまうんだ、うん、なんか中国人はこんな習慣がありますよ、うん、私払うって喧嘩になるみたいな。そうそうそう。いつもこんなのあるんですよ。それ、はいはい、リンリンの家の周りの人金持ちばっかりやからでしょ。いや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 、みんなそう。いや、そうじゃないですよね。経済的には日本よりもまだ悪いから、はい、そんな俺もって、はい、今日私が払うっていうの、はい、金持ちグループだけですよ、それは。いや、でもリンリンのうちは、うん、こう、上と下の真ん中の感じ。何それ、中流家庭、中間、はいはい、そうそうそう、別にそうでもないんですけど、けどもやっぱり私が払うってなど、なんかこんな習慣が、うん、みんな中国人って感じです。あ、そう、はいはい、へえ、まあまあいい文化といえばいい文化よね、うん、なんかみんな小さい頃から絶対ケチはなっちゃダメみたいな。あ、これそうなんだ。そうかそうか、ケチに生きるなと。そうそうそう、まあお金なかったもやっぱ払うんだ。そしたらそうです。はあ、それはもう、まあ、いいというのか悪いというのか、うん、それはね、うん、日本人は昔もそうだったんですけど、まあ、吉本興業の場合まだ残ってるんですけども、うん、割り勘時代になってきてますからね、うん、恋人なんかも割り勘、我々時代はもう恋人割り勘なんかもいなかったからね、ゼロやったから、皆無やったからね、ああ、いつの時代から割り勘になったのか知らないけども、うん、我々は、デートをするときにお金がなかったら、うん、用事ができたって嘘をついて、家にずっといたりし、へ、女の子に出させるわけにいかないから、中止しなきゃ恥ずかしいっていうような時代でしたからね。でも、うちにいても電気代かかるんじゃない？電気代は引いてるじゃないですか。デート代ね、デート代。デート代って高いからね。あ、はい、それ今、デートするとやっぱちょっと高級なレストラン行くと、もう、1万円行くじゃない、高級レストラン。ほな、コース頼んだって1万円。2人で2万円。2万円払わなきゃいけないです。その後お酒飲みに行ったりするとまた3万円、5万円かかって。ほんで、彼女が泊まりたいとか言うて、ラブホテル泊まったって、ほんでまた1万円。もう最低6万円ぐらいも軽くかかってしまうでしょ。デートってお金かかるのよ。意外なところ。あたかわしなんかは、まあ女の人はおごってもらうから、うん、どんだけかかってるか知らないやろけど、うん、意外とかかんのよ、お前。さ、彼女ができない、いてる時と彼女が、いない時の月の生活全然違うらしい。おい。昔、格好つけたら赤坂のちょっと高級、なんか居酒屋みたいなところに入って、キンキ頼んだんですよ。まあ一回食べさせてもらって美味しかったな、思って。で、金もないのに、一匹8000円でね。俺、うろたえて、金、うわ、カツカツやもんで、これ以上食べたらシャレにならんわ、思って、ネタも書いてないから。こういう、まあ、値段が書いてないようなところ、これ、なんぼ居酒屋でも入るもん違うなと。寿司屋でもね、びっくりしますよね。時価って書いてあるのは、怖い時ありますよね。お登録も、要するに、世田谷なんかでも、もうレジが2万とか行くの、簡単に。金持ちね、住宅街やから、うん、仕方がないよね。やっぱ大阪なんか、山田安いから、うん、おでまあ、住んでる姫路なんか、まだ安いもんね、物価。安いですよ。うん、高いの買わへんもんね、関西人ほいで。買わない、値切りますしね、普通に。マジで普通に、うん、値切りますしね。それ値切るのが文化って言われてるぐらいですから、関西は高いのはもう買わないんですよ。うん、でも僕らでもちょっとしたところに入って、うん、僕プロの店っていうのが近くにあるんで、そこ入ったら安いんですけどね、なんせ量が多いんですよ。うん、もう本当に店で出すような部分を売ってますから、プロが。はいはいはい、わかるわかる。玉ねぎでも2、30個入ってたり。そんなに入れない。多す
スリングはこれ分けてくれんのかなとか、ビーマンでもてんこ盛り入ってますからね。なるほど、プロの店やから、店におろす、はい、安いけどの一般オープン化してるんだ。もうでも林業お前、中国ってまだ物価安いから、日本のあのもの見たらびっくりするでしょ。いやー、でもなんか果物が高いなと思いました。日本は、ははい、なんか果物、普通に中国はなんかスイカとか、うん、スイカだらけみたいな、うん、いっぱいボーンって置いてて、でも日本はまあまあ日本も世界一枚行ったらあのスイカだらけあるけどね、スイカ切って売ってるのはびっくりした。あ、なるほど、ちょっと1個買って帰るって感じ、うちで割ります、うちで食べますみたいな。まあそういう文化の違いだよ。お菓子とか高いんじゃないの日本。お菓子、あ、でもツナ缶は高いかな。ツナ缶、ツナ缶、ツナ缶、大好きなツナ缶。あ、ツナ缶、そうです、ツナ缶、ツナ缶好きだろ。あ、好きです、超好きです。あれ、はいはい、マヨネーズかけて食べるの。いや、そのままがいいです。へえ、はいはい、開けて油出して食べます。へえ、美味しいですよ、あれが。マヨネーズ、よかったですよ。ツナ缶、我々もサラダの上にツナ、あの、僕でも置くぐらいですから。美味しい、美味しい、美味しい。それでマヨネーズ、僕はツナとマヨネーズが異常に好きなんですけども。いや、マヨネーズないの方が美味しいです。あ、そう、油出しますか。そう、出します。出さなかったらデブになっちゃう。で、リンリンは何が好きなの。あの、日本の料理では。あ、うなぎとか。え、中国はあんまりうなぎ丼とかしないの。しませんですね。なんか日本のレストランに入るとありますけど、普通の中華のレストランがないんですね。ないの。あ、うな丼とか美味しいのか。美味しい、ね。うなぎ美味しいとこあるよ、赤坂。ああ、うん。今度連れてってあげるから、また。本当ですか。お金出してよ。電話番号交換しましょうか。いやい。うなぎ、うなぎ美味しいとこある。行きたい。そんなに行きたいんだ。はい、うなぎ大好き。うなぎ大好き。でも中国に帰ったら驚かない？この値段どうしてこんだけ違うんだとかって。電化製品でもせやけど。ああ、でも電化製品は中国の人はみんなわざわざ日本に来て買いたいんですよ。ね、あ、そうですよ。いいのがあるからね。日本の電化製品がいいって。うん、スーパーじゃあとかいっぱい買って帰るもんね、あれ。だからあれはお金持ちの人たちでしょ。日本製品を買いに来はんのは。いや、普通に旅行に来てる人かな。お、だから旅行に来るとはもう金持ちやよね。多分。ああ、そんなの、貧しい人は旅行なんか来れないから。ああ、そうですね。今年でも今一番中国の人が日本に来てるの多いですもんね、観光にしても。人口が多いだからですね。10億人ですからね。すごすぎるよね、中国って。でも上海万博行ってきたの君は。はい、一瞬行きました。私は行ってきたって。何、それは下見に。いや、コンサートで。いや、普通に行きました。え、遊びで。遊びじゃないですけど、なんか私補助犬の愛心大使に選ばれたんで、その補助犬を中国の方はまだ知らないからって言って、それを広めるために行ってきたんですけど。補助犬、補助犬っていう、あの、盲導犬だったりとか書いてあったり。あ、犬、犬、そうそう。を広めるために。え、盲導犬は中国にいないの？あんまり知られてないっていうか、はい、知らない人がいっぱいいる。ああ、そうそうそう。中国の犬とかそういうもう名犬がいないしね、中国は。犬もあんまり教育しないよね、中国って。教育って何？あの、要するに、しつけ、お座り教えたり、伏せ教えたり、取ってこい、待てとか、いうのあんまやらないやろ。でも普通にペット、お手、みたいな、出してくれます。出してくれますか。あ、そうです。そういうことは教えるの？あ、はいはい。なんか、できたら自慢になりますみたいな。ゼロ、それぐらいのレベルでしょ。はいはい。まだ、犬は何て言ったっけ？ゴー。ゴー。お手はどういうの？お手。と、あ、なんか違う違う。あ、ショウ。ショウ？ショウ。あとは犬の訓練、ジンジンは？ジンジン？ジンジン。ジンジンって何ですか？あの、こう。こうやって立つの。こうやって。あ、チェン。チェン。チェン。チェン、伏せ、伏せ。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 うん。あ、あ、パシャ。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 はは。パシャ。え、馬は？馬。なんか、どこかで来るかと思った。待ってた。まだ来るよ、きっとまだ来るよ。馬。この馬だけは、馬。そうそう、ジュンジュンは、まーって言うのね。まーって。え、お前、ま。ま。ああ、ほんとだ。言い方が違うんだね。おーっと。
当だろ、性格間違いかな。あ、性格間違い。そういうことだ。うわーっていう人と、うまっていう人と、それだけのことやら、うまーっていうのは、いいですよね。だから今日はもう19歳になったらしいですから、リンリンも。そうです。早いもんで、16歳で来たんでしょ、日本に。はい。もうすぐ16になるとき、15歳かな。15歳で来たんだ。そうです。ほなもう3年ちょっと。はい。あらまあ、日本語やっぱ上手になった。え、上手です。ジュンジュンより上手です。へぇー。アイちゃんもより上手だと思います。そうやな。そうそうそう。アイちゃん噛むからね。そうそう。いつも言うんです。アイちゃん噛むからって。あのメンバーもよく噛むの分かっとる。リンリが一番言います、私。そう。まだ噛んじゃった。叩くんで、よく叩くんです。面白い聞いた。はい、面白いですよ。面白くないが。噛むところが面白いです。あ、日本人ですかって感じ。言われて。日本人だよ。リンリは誰と遊びに行くの？いや、あの、オフの時は。誰とよく？アイちゃんが一番。あ、高いと。はい。よく、なんか、やっぱり、あの、中国から出てきて、ジュンジュンとかは結構、お友達がいたりするんですけど、リンリンなんか、ちっちゃい時から芸能人だから、中国でもやってたりとか。そうか、そうか、そうか。で、こっちに出てきて一人なんですね。だから、連れてってあげなきゃって言って、ご飯一緒に行ったりとか。優しいですよ。優しいね。よく連れてきますね。そうかそうか。日本語も、要するに高橋から習ったり。それなら下手なんだよ。今は噛んでないのよかった。うるさいよ。これ中国人が許せるけどな。これ日本人でこんな後輩殴りたくなるよな。まあ、でもよく殴る。殴る。はいはい。痛いです。殴る。痛い。ああ、そうか。後輩の面倒。見なきゃいけないとかね。ああ、そうか。アップフロントでね。要するにあれやろ、松浦は藤本、ミキティの友達一番仲がいいんでしょ。そうですね。あの、ソロ同士だったので、自然と。そうか、そう、もともとソロだったから。でも藤本はあれ、結婚したから。パシリやったやろ最初の頃。パシリ言うてたよね。お前、名人ばっかりされた言うて、あれ取ってこい、あれって、とかで、言うてたやろ。そりゃそうや、お前、こちら、でも、その分私もいろいろしてましたから。え？じゃあ、自然と言うてて、ラジオで売るんじゃ買ってこいよ、とか言うて。どうだろう、言ってたのかな。そうや、あいつも。知らない。自然にパシリさせられたって言うとったで、あいつ。そうなのか。でも、末っ子で長女なんですよ。あの子が末っ子で私長女だから、多分扱いは上手なんですよね。下の子の扱いは。上手って、そのパシリさせた可愛いじゃん。本当だよ。何が上手で片付けてんの。だって年上だよ、ミキちゃんの方が。そうなの、2個上なの。あ、そうか。それよりパシリだ。いや、さすが。さすが。かっこいいわ。ヤンキー夫婦の子供が。違う、かっこいい。はい、間違ってはないです。事実です。MBS ヤンタウン。明石家さんまです。当時です。モーニング娘。の高橋愛とリリンと松浦彩です。全略のコーナー、イエイ。いろいろね、コマーシャルの間に、松浦もね、いろいろ聞いてましたけど。聞きました。リンリンに聞きました。リンリン寂しくないのって、ホームシックにかかってるんでしょ、実はね。そりゃそうやわな。お父さんお母さんと一緒にいたいわな。まだ19歳やし、寂しい一人暮らしでしょ。そうです。誰も部屋に来ないわけでしょ。はい、来れないんですよ。あの、みんな来てくださいって言いたいんですけど、部屋がぐちゃぐちゃすぎて、入れないんです。いや、本当に来ちゃいないらしくて。片付けられないのか。はい、そうです。あの、洋服の青山みたいな感じ。どういうことよ。洋服の青山はハンガーで並んでるから。綺麗だからね、おじさん。青山になってるって感じ。ああ、山になってる。ああ、そういうことか。もう分かりづらいよ。って感じです。足の踏み場がないんだよね。そうです。バケツがだんだんだんで。ほんなら洗濯とかしないのか。あ、洗濯ちゃんとします。なんでや、畳めないのか、そしたら。なんか、例えばですね、朝、着たい服を全部畳んだら、どれ着るのか全然見えないじゃないですか。ペアって散らかった方がわかります。でも散らかったら、散らかったら変なシワになったりしたりするから。ハンガーにかけてた方が。なんかハンガー足りないんです、今。いや、買いなさいよ。みんなにね、みんなに送るお金があったらハンガー買いなさい。本当、本当、そうしてほしい。確かに。わかるよ、もうね。我々もそうで
ですけど、俺も結構畳んだり、やる方なんですけど、うん、男にしちゃ。うん、ああ、もうちょっと、乾燥機からポンと出して、うん、もう今日はここ置いとこう。ここ今ここ置いとこうと思って、そのまま通り過ぎて、また2回目洗濯したら、またここへ置いとこう。って言ったら山になることはある。うん、大概俺も片付ける方ですけどね。うん、あ邪魔臭いよね。邪魔臭い。邪魔くさいな、何なんだろう、めんどくさい、めんどくさい、あ、そうです、そうです、すっごいわかります、うんうんうん、邪魔くさい、めんどくさい、喧嘩腰、喧嘩腰、何それ、正しいのよ、あのコロッケさんが昔ね、うん、中国人のものまねするときは、うん、うーとあーを、うん、いいをつけていけば、うん、もう似てるっていうのとその通りなのよ、じゃあ、あー、いや、全然わかりません、いや、わかりません、じゃあ雰囲気雰囲気否定されたフランス語はドボドボって言うときは大丈夫ですよ、ここでドボドボドボって言うときはドボドボって言うときは大丈夫って、あーうーとか言う、あーとか言う攻撃型やからね、言葉が中国、そうですか、何ですかとか、ありましたかとか、中国はそういう日本から見ると攻撃的なの、言葉が、あ、そうですか、あ、でもみんないつもなんか喧嘩してるみたいに見えるって言われるんですよ、そうそう、中国人はね、大きな声やしね、みんな。あ、でも人によって。嘘やな。人にでかいじゃん、すごいね。私、日によって。日によって。平均すると、日本人の声大きいの。あ、そうですか。俺は人前でベラベラ喋るから、いや、今、中国の団体の観光客来ると、すごいうるさい。ああ。日本人からすると。そうです。ただ、中国では普通やねん、あれが。あ、そうですね。うん。めちゃくちゃめちゃくちゃ喋ってんだろ、はい、確かに電車の中すごい静かすぎてびっくりした。そうやろ、そうですね、そうなの、守ってる、中国はすごい喋る、ルール守ってる、守ってる、携帯もブーブーで流せないし、うん、ですね、あ、はい、中国はもう音とかも平気なんだ、平気です、まだしない、まあ日本と比べたらあかんねんけど、中国も、中国は中国、日本は日本やねんけどね、はは、各々の国のルールがあるから、うんうん、お互いに理解すればいいじゃないですか、ね、そう、なかなか理解できないよね中国はなかなか理解できない、お互い様やけど、あ、こちらラジオネームレジェンドキラーなおちゃんからいただきました、はい、前年会の皆さんこんばんは、こんばんは、高橋さんが、はい、11冊目となる写真集あ形が発売されましたが、はい、高橋さんと同い年である松浦綾さんはというと、はい、2005年に A っていうのが、はい、という写真集を出したのを最後に、はい、しばらく写真集を出していません、はい、そのことについて松浦さんはライブでファンから写真集出してくださいという意見に対して頭打ったりして気が変わらない限り 99.9% 出さないと引っ張り答えて会場のファンを泣くと思ってました、松浦さん、高橋さん写真ご覧になってみても気持ちは変化ありませんかっていう、なんでやお前、嫌ですもん、もう無理なんですよ、なんでや、いや、なんで、いや、なんだろう、ファンはね、やっぱりそういう、だから松浦なんか別に写真集、はい、お前色白いしやな、胸もあるからやな、一番お前写真集に向いてるやないかい、いや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 、足も綺麗やな、こいつ、確かに、ギャムだしね、いや、社長さんとかにも言われるんですけど、何より家族が反対するっていうのは大きいですね。妹が恥ずかしいっていう、もう恥ずかしいって。ああ。なんかやっぱり写真集イコールやっぱグラビアっていうイメージがどうしても強いじゃないですか。水着っていうのが。だから、恥ずかしいから嫌だって。言われたのが多分一番自分がショックだった。それをもう多分、だから4年ぐらい前に言われちゃったので、4、5年前に。で、その言うた妹の気持ちもわからんではないけど、ええやないか、芸能界。いや、妹のためじゃないし、ファンのためですからね。そうそう。なんとなく。妹一人だけど、ファンお前何万人って言うわ。そうだけど。なんか10代までかなって思ってたんですよ、私。ずっと出しながら。写真集は10代までかなって。作りながら、10代までだろうなと思って、なんとなく自分もやってたから、なんかもう恥ずかしくなっちゃったんですよね。きっかけも失っちゃったし。相手しもだからね。そう。余計恥ずかしいんだ。これは仕方ないね。わからんではないわ。そうなんですよ。水着になるのが、やっぱり、ねえ、浜辺で水着にならんと、浜辺でカッパ着てもらってもね、ちょっとやっぱり、みたいな。足軽の格好もおかしいし。そうですよ。水着はバッバッバッと走ってるような姿。でも私、なんか日本で水着になるのも恥ずかしいんですよ。あ、でも安田さん水着になってないよ。そうなの？安田さん水着なかったら。ケイちゃん、ケイちゃんで言ってたけど、事務所の近場走らされただけだから。ケイちゃん来ないよ、もう。うん。
一回海外行ってみて。お前ね、ケイさんの気持ちになったね。これはかわいそうやね。事務所近辺で終えられよってね、あいつ。事務所近辺で人通りが少ないところ。隣のマンションやね。隣のホテルやね。ビジネスホテル。ベッドルームは。隣のビジネスホテル。はい、そっか。うん。かわいそうやろ。ここに来ればいいのに。これ高橋もそれだろ。あ、これはいはい。そのなんやお前も。これ何枚目なん？これ11です。11枚目？すごいね。11冊目。好きやな。好きっていうかもう嫌です。私も水着言うな、そういうこと。やだ。まだせっかくやってんのにか。かわいいやん。愛ちゃんやりな、愛ちゃんやればいいじゃん。なんでやんなよ。愛ちゃんは売れるからもうやったらええことやからな。やったらいいと思うよ。高橋かわいいよ。ほんでこんなんやっぱりな、記念になるよ、高橋。そういうたって、お前も若くない、いつまでも若くないから。うん。だから40ぐらいやった時にね、あー、こんなんやったかと思うだけで、プロが撮った写真ってね、やっぱり。そうです。違いますね。全然違うから。あとこれ撮った。プライベートの写真って減るから、そういうのは出しとけばいいじゃん。続いてるんだから。お前がさ、ねえ、あなただよ。ねえ。お前がさ、本当だよ。ただし、これいいやん。かわいいよ。どこで撮ったん？これハワイです。ハワイか。バイトの風景、今回は。そうですね。バイトをいろいろしてるような体にしてやるんだ。はい。わかるわかる、松浦。こんな恥ずかしいもん、アホみたいやもんな、これ。アホみたいですよ、ね。よく考えたら、なんか、ツーンとかして、はい、駐車場でツーンとかしても。昔はなんとも思わずやってましたけどね。そう。おかしいもん。なんか、これ冷静になったらあかんねん。うん、そうなんですよ、ね。あの、写真集は、うん、一番変な商売やからね。そうですよね。ドラマはストーリーがあって、セリフ言うけども。うん、これ何の、まあ、一応、写真集のストーリーはあるけど、うん、こんなのなんでベンチにこう、横たわらなきゃいけないの。だから私、メンバーに見せれないです。あ、メンバーに。これ恥ずかしいの。には見せないです。はあ、そういうもんなんだ。やっぱ恥ずかしいから。アイスクリーム、あ、これええな、高橋、お前、これ、股間ちょっと、違う違う。股間ってやめてやめよ。股間。やめてよ、股間って何？股間って何ですか？いいよ、知らなくて。股間。いい、聞かなくていい。股間。覚えなくていいよ。覚えなくていいよ。覚えたんだけど。覚えちゃった。覚えちゃったね。覚えちゃった。面白い。あ、俺可愛らしいやねんか、ハワイの子。T シャツの、へそ出し T シャツ。うん、帽子かぶって。こちなみにどれくらいかかんの、これ。これ、2日 ?2 日。2日です。あ、でも2日で短い方やよな。はい。ほんで赤パン、これ赤いパンツ、これ履いてんの、これ下着。はい、あの、水着です、それは。あ、水着を見せパンにして。はい、そうです。おかしい、頭おかしいやな、これ。ルーンって、どうルーンってなんでルーンってすんのよ、これ。ルーンはぁ。おかしい、あ、おい、高橋。はい。よかったな。何がですか？いや、ちょっと、あの、大きくなってきてるから。嘘胸の話が変わってないよ。よかったな。よかったね。よかったのか。ほら、ね。ほらって。きれい、きれい。ねえって。ゼロ高橋。すいません。大人っぽく知りませんって知ってるやろ、自分の胸やねんから。そうそう。知りません。ほら。ね。うん、きれい。何を言う声でちょっと大きいと思って描くじゃん。なんでそんな、は？なんで、は？上から目線でないなんで別にそんなつもりないです高橋お前すごいお胸大きなったやなんか何だなんでないなんでないなんでだってなんでだなんでだろう違うマジやないかお前嘘俺も全部お前写真集見せられてるやないか、はい、いやいやでもやな、はい、いやいやなさったらこれ親戚のおっさんおちややったのにずっとお前大きなったら全然ちゃうからねお前胸大きなあのね親帰ってくれってあの親戚のあのおっさんあれ帰らせって言われるんだよお母さん聞かないように言っといた方がいいよ何がやねん胸大きくなることはええことやないかいいことですけど写真集には持ってこい。あたかにかわいいらしいやねこれよかった何言ってるのアホみたいなこれアホみたいお菓子台所ばそれ洗濯機これ洗濯機まあ言ってんの、ね、はいそうですまあ台所でまあそうですそうですうまあ言ってんのそうですそうですまあねえほらリンに見てるのがまあ言ってんのそもそも10回以上言ったの、消えてるお前これコンクリの上寝たらややこし商売やのこれまた、はい、でも高橋お前やっぱこれ
なんか違うな、顔がやっぱりこういう。症状できんねんな。まあ、日によったりとかね、うん、その日の気分とか、カメラマンと相性が合えばとか。あでもそのカメラマンさんは、5冊目ぐらいなんで。なるほど、息が分かってるんだ。はい、だからポイント、これ相性あるからな。はい、カメラマンで全然、俺たちでも CM ぐらいしか写真撮らないけど、うん、相性があって、うん、いい顔できるときと、なんか、その、言い方が悪かったりすると、うん、笑ってくださいって、で、初め撮ってて、あ、いいです、いいです。ちょっと次笑いましょうかと、うん、最初からちょっと、すいません、笑ってくださいって、大きく違うわけやろ。うん、全然笑顔違ってくんだ、俺たちでも。うん、ええー、吉本に酔ったんやけどね、いや、芸人さんのね、はい、全部の、なんかこう、プロフィールとか作ったりするおっちゃん、メガネかけてね、うん、笑ってって、そのおっちゃんが一番笑ってんねん。いつも、はい、笑って、はい、笑って、笑ってって。あの吉本突っ込んでた。言ってましたよね。おっちゃんどうしてんだろう。もうそれはもういいとしても。もう腕と仕事でキャラで選んでんのもう、もう見え見えな笑うのよ。いつもそのさ、はぁはぁって、わぁって、わぁって、ずっとり笑いよんのよ。お前が笑いすぎ、毎度同じ突っ込みなんですけど、毎度面白いの。笑うのよ、ずっと。ああ、これはやっぱり、いや、でもよかった、高橋、ほんまに、ほんま。ああ、いや、マジで。顔が違うもんね、いろいろと。いや、今回やっぱ、24歳。色っぽさが全然、違いますね。偉いもんですね、これは。慣れてきたのか。これは、おかしいなぁ。え、何か？またおっぱいの話で、これは。おー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 背景とか全然見てませんから。はい、そこだけ。そこ、俺は高橋のこと親のように心配してる。親のように心配親のように親のように親でもないああよかったよかった。これは色っぽくて綺麗な仕上がりになってるじゃないのこれ。さんまさんそれいなるちゃんが例えばそういう風な写真集作りましたって言って見せられてもそういう見方しますか。するか。今だって親のように言ってるじゃん。顔だったよ。いや反対するでしょそれは。もう絶対見ないね。いや出す言うたらは反対。それは反対はしない。どうぞ仕事を。仕事はその人の、うん生きていく上のことで必要なことっていう判断やろ、うんできれば俺も松浦の妹のように、うん気持ち悪いねんって言いたいもん、うんうんうん、自分の娘がポーズ取ったりするのってやっぱり、うん、何どんだけ思ってんねんお前はって言いたくなんねんあの妹さん関西人が多分そうやねんあんたなところどんだけ自分でええ思てんのっていう。まあでも、さんまさんはね、まあそういう、まあ、もしそういうふうになったとしたら、うん、今のちゃんが、まあ絶対見たくもないかもわからへんけど、うん、大阪のファンが黙ってんから。あなたの強烈なあの白虎隊。強烈なファンは黙ってんから、絶対。師匠師匠ファンがね僕のこと師匠って呼ぶんですよ、ただ本当に嫌なもう照れるもんでね逆に俺なんか笑ったのは、うん、大竹忍さんと離婚したでしょ、うん、離婚した人に、何ヶ月後かにヌード集を出されたんですよ、うん、前の奥様が、うん、もうそれは全然ええねんけど、うん、それを事務所に送ってきたんですよ、うん、その本の会社が、別に、そんなに見たいもんちゃうやん。よう、ここの本屋も、俺のところに、前の奥さんのヌード集を、なんで送ってくる思って、不思議で不思議で。いや、それはもうこれで間違いないでしょうか。さまざま意見をいただけるよ。送ったやつの、気持ちがね、そうか、前の奥様が、うん、前の旦那とか送っといてって、宣伝にもなるっていうのもあんのか、本屋が宣伝欲しい、してほしいがために、
送ってきたかわからへんけど、いや宣伝としてはでも大きな効果はあるでしょう、うん、さんまさんに送るってことは。いやだからでもね、みんな1ページも開かなかったね。いまだにですか。いまだに、いまだに。そうなんだ。もうだからうちの事務所のとっさんは見てるかもわからへんけど俺は1ページ も見たくもないし、元妻のヌードなんて見たくないやんか。確かに。おぉ、変な気分やったよ。でもですよ、他の人たちは見てるって思ったら。結婚前なら悔しいかわからんけど、離婚した後やから。あ、もういいですか？いいね、全然。全然、いいですね、それは。なんか、そんな感じやね。他の人が見てるのは恋人なら嫌よ、やっぱり。あ、そうですよね。恋人同士で今こう高橋と俺が付き合ってたとして、これぐらいだったら大丈夫か。でも恥ずかしいか、人が水着姿を見てるっていうのは彼氏は。まあ悔しいでしょうね。それはキスシーンを嫌だっていう男いっぱいいるわけやもんね。あの役者仲間でも。リンリンまだ一人のはないのかお前。何ですか？写真集。ソロの写真集。あ、ないです。まだ。出したい。いや。ですね、なんか肉を人に見せるのはちょっとなんか恥ずかしい。肉って肉って何で嫌だな。ははなんかまあはいはいなんかねちょっとつなぎ系のは出してもいい。ワンピースみたいな。あ、そうです。別に水着はいいや。水着別にでも会社がアップロンとか、おいおい、リンリン今度写真集出そうって言われたらどうすんの。仕事と思って。そやろ？出すよね。本当は嫌だけど。私、そこまで嫌じゃないんだけど。もうちょっと大人になってからかな。もう19歳やろ。そんなことない。でも、私。松浦はあれよ、10代のもんだと思ってるぐらいやから、写真集は。そうなの。そうですか。私、逆に二十歳超えて。それはあれちゃう、リニア。ヌード集とかになるとそうなるやろけど。違う。だって体ができてきたってのは二十歳はヌード集の時やんか。あ、でも確かにね。そうやろ。どうしよう、私今19だけど間に合わないじゃん。タメ口。間に合わないじゃん。知らんわ。どうしようね。だから松浦の不安は、はい、確かに5年も見てないのは、お前ブログはせえへんし。情報見たらあんまり少ないよね。だから松浦のお前なんでや、ちゃんとしたれよ。ファンに、いや、ファンのみんなの気持ちを考えて最初はすごい頑張って続けてたんですよ。なんですけど、もうやっぱり多分向いてない。もうそもそも向いてない。写真集に、写真集もそうです。写真集ももうだって5年とか空いちゃうと、もううん、それはなんかもう今さらなんかもう自分の体見せるのもちょっと恥ずかしいかな。正確なもんもあれやろな。関西人っていうところもあるしね。そうですね。かっこ悪いわとか、恥ずかしないのんとか、ええ気になってとか、関西の言葉がな、そういうのがいっぱいあるからな。そう、照れもせんと。だからお笑い強いんですよ。でも関西って、そうですね、そういうところのハングリーさがあるんですよね。だからこの女優学校しやがってっていう攻撃でしょ。綺麗と思いやがってあの魔法とか、そういう笑いの文化は成立してるんですよ。これはもう、でも松浦一冊出してあげたら、久々に。マジで。いや、どうかな。いや、ほんまはええタイミングやと思うで。そうですか。これをきっかけに、いや、なんか来年10周年になるんですね、私。なんでみたいな話もあったんですけど、いや、でも。俺撮ったのか。いや、なんでって、お写真うまい。俺今あれで、フレーム、あれにして、なんてね、あれ。デジタル？あれやってんだよ、俺。いや、だから、私もデジタルフォトは持ってますよ。だから。いや、意味がわかんない。写真の技術がすごいね、今、俺。いっぱいやってるから。いや、でも、知り合いやから余計恥ずかしいでしょ。嫌ですよ。知り合いやから余計。ただ、吉本の笑う写真が向かい言うたらさ。いや、今、すごいね。あれは下手。下手なんですか？下手なの。どこでもかしこでも笑っとかなあかんと思う。はい、
ねんで。いやいやいや。前も深夜番組でそういうコーナーやったぐらいやから。ああいうグラビアアイドルの写真を撮るとか。やだうまいねんって言ってんねん。鈴木さんもでも同じようなこと言ってました。そうや、あの、そういう男の気持ちわかんねん。写真集を見る好きな男の気持ち、うん、俺はわかんねん。その顔、つんくさんは私が結婚する、うん、もしするときには、する前に、俺がお前の、あの、セミヌードでもヌードの撮ってやるからなって言って。え、なんでみたいな。なんでですかって、うん。記念だよ、記念とか言って。あ、そらお前こんだけ世話になったらやな。そらおっぱいぐらい見せてあげてもいいの。いや、どういうことですか、だから、お前の綺麗な見え方は俺はよくわかってるから、とか言って。そうやつんくやろ。撮ってやるみたいな。いや、嫌ですよ、みたいな。なんでお前こんだけ世話になってるんだよ。嫌です。いや、世話になってるから体見せるっておかしいじゃないですか、ね。おかしくないって、お前。あのな、動物の世界でもそういうのがあんねんからやな。餌を与えてもらってる。なあ、鮭じゃないぞ。鮭じゃない。ああ、だからもう、つむさん、ぽっぺろーんって。いやいや、おかしい。あの、どうせお前言うとくと、一枚側やぞ、俺たち。いや、そうです、ね。手を見せられねえから、おっぱい見せられんねん。いや、違うでしょ。はぁ、あ、はぁ、あ、お前、はぁ、あ、うまぁ、やってたりんねん。あんまり変なことは覚えなくていいからね。でも、もう覚えちゃった。もう覚えちゃったね。いや、俺は別にええと思うけどな。あ、息子さんなんかなりました、結婚しますって、はいはい、息子さんとか言って、こんな感じならいけるやろ、リズム感。いけません、いけません。リズム感ができるんだ。そう。そういう問題じゃない。お世話になりました。井上純さんの歌やから知ってますけど、やだおっせえ、だから簡単なもんやと思うけど、簡単じゃない、お前こんだけ世話だって、つんくじは、はい、俺はあんまそこまで世話、ちょっぱい見せてもらうほど世話してないわ。ちょっとどういうことですか、つんくさんにもおっぱい見せるよ、よくわかんない。なんでお世話になったから、そこの部分お返しでおっぱいやねん。そう他の返し方あるでしょ。できないやろ。何がですか、他の返し方や。いや、します。じゃできないから言うてんじゃないか。できるじゃん。どんなお返しすんねん、お前。いや、どうしようかな。おっぱい以外どう見せるの。いやいや、もうつんくさんももう、でも二児の父親ですから。二児の父親とおっぱいは違うねん。いや、どういうこと、どういうこと、どういうことか、そういうこと、そういうこと、あ、それなら僕、そういうこと、それ僕たちが言うの、あら、最高。こちらトラッキー、ヤンタンの皆さんこんばんは、こんばんは。TBS つぼ娘の打ちっぱなしゴルフブログで、ゴルフロケでごめんなさい、つぼ娘、つぼっ子、TBS つぼっ子の打ちっぱなしゴルフロケで、空振り打法の愛ちゃん、ゲートボール打法の、荒垣新垣、新垣里奈ちゃん、ガニ股打法のリンリンちゃんに対し、レッスンプロが指導をされていました。が、愛ちゃんが一回だけ、ホールを回ったことがあるとコメントされていたことから、お手本のスイングするのも空振りをしてしまい、リンリンから、それなら私にもできると突っ込まれ、番組最後に愛ちゃんが、ミラクルショットを決めるも、その後、感想コメントで、とっさん秒を披露されてました。さんまさん、庄司さん、一年半娘メンバー、リンリンと一緒にラウンドされてみてはいかがでしょうかって、これね、ゴルフやったのか。はい、打ちっぱなしです。うん。行って。TBS はこれ、つぼっこでどこでやってるの、これ。何時か、夜中ですね。夜中、お前たちの番組なのか。いや、違います。ゲストで。ゲッツ。ゲストで噛んだ。マジで、いや、ほんとしたってしてんじゃねえんだよ。わかってるわ。違う。ごめんね。夜中にやってます。うん。お前らのレギュラー番組。違います。ゲストに。誰のメインつぼっこって誰のメイン、デミズさんっていうアナウンサーさん。あ、いやいや、ジミズのアナウンサー、デミズの。やってて、それに、シングルが発売するので、プロモーションで出させて。で、それ要するに、歌手とかの人のワンコーナーとして、今度はゴルフを選んだんだ。はい。そうです。そこで、君と、リンリンと、はい。あと、新垣梨沙ちゃん。で、ゴルフやったんだ。はい、やりました。リンリンゴルフは全くダメなの。いや、私、意外といけましたよ。なんでよ。いや、違う。初めてやるなのに、何でしたっけ、練習するとき、すごい飛びました。うん、でも、本番、取った、3回勝負のとき、うん、失った。
やっちゃった。うまくいってたのにね。そう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 。そう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 。練習するときの一番良かったのに。はいはい。戸だから本番じゃなかったから。ああ、そうか。そうそうそう。はいはい。残念。残念。そうそうそう。昔の古い漫才師のなんか相槌みたいな感じで、はい、うんうん、ほほ、一生懸命聞いてるね、偉いね、日本語な、一生懸命聞いてるわ、おはは、私無視だった、練習良かったけど本番3回無視だった。楽しかった。はい、楽しかった。でも、はい、寒かったんだけど。あの、お父さんはゴルフやられへんのか。え、見たことないです。ほとんどやらない人なんだ。はい、多分やった。中国ってあんまりゴルフはね、あんまりもう名選手も出てきてないし、そうです、ね、あんまり、はは、だからゴルフ凝ったら土地も余ってるし、すごいプロゴルファー誕生するやろうけどね、中国は。確かに、あ、確かに。お前大悟か、お前は。確かに。確かに。松田ゴルフうまいからな。全然やってないんですよね。やってないの。もう2年以上、2年はやってないから。もったいないね。そうなんですね。箱まで上手くなってきたのに。私でもあの打ちっぱなし練習っていうのが嫌いで。ああ。だからずっとコースに回ってるんだったらいいんですけど、どうもダメなんですよね。ああ、でまあゴルフ自体がそう好きじゃないのか、上手くないだと思わなかったのか、そういうことやな。立て続けにでも行ってたら絶対上がってたと。レッスンプロついて週2回やってたから。そうなんです。片山プロのコーチに教えてもらってたので、うん、本当はな、フォーム綺麗しな、もう。そうなんですよね。できたのに。そうなんです、ね、もったいない。でもゴルフって天候も影響するし、その日のコンディションもものすごい影響しません？影響するよ。だから、うん、ベストの時に行けば楽しいんでしょうけど、うん、ああそうかそうか。だからメンタル面すごい商売やからね。そうなんです、ね、だからスポーツで唯一クールダウンしなきゃいけないし、そうですね、カーッとなっていけーっていうのは他のスポーツはええねんけど、ゴルフだけはカーッとなったらあかん商売やから、クールダウンクールダウンの連発の、そうそうそう、アドレナリンが出てコーンするとヤードが伸びて、オーバーしてしまうから、それをクールダウンしながらやっていく、競技なのよ。あれは変なスポーツなんですよ。すね、ああ、もったいないね、お前。ね、なる番組終わったらもうやめたんか。いや、あれからプライベートで何度かは行って、うん、あと最近は母と打ちっぱなしにはたまに行ってますけど、母がまあ運動したいっていうのもあって、行ってますけど、うん。最高スコアはどれぐらいなの？嘘、え ?120 切れてないです。でもすごいよ。あ、120ぐらいなのか。でもね、そっからがもう楽しくなるの。そやのにもったいない。まああとは次の彼氏がゴルフ好きならまたやり始めることできるかもしれないですけどね。あ、でも色白いから日焼けしたらあかんのか、お前。あんまりダメってことないんですけど、もう赤くなって終わっちゃうんですよね。せやよな、すぐ戻っちゃうんですよね。知らないの。あんないいじゃないか。痛くならないんだよ別に。痛ーって終わっちゃいます。あ、でも痛くなるんだ。痛い。ああ。真っ赤になって終わっちゃう。色白いもんな、松浦、お前。そうですね。なあ。外行ってんの、お前。行ってるんですけど、ほんともう冬になると、あっという間に戻るんですよ。靴下跡がつくぐらい、夏焼いても戻っちゃうんですよ、私。すごい。何にもしてないんだけど、戻っちゃうんです。はあ、まあまあ、まあ、プロにしてはええことはええよな。母もっと白いんで、もう遺伝なんだと思うんですけど。嘘、はあ、松浦より白いの。白いですよ。どんな白いの。すごいの。白雪。単純な言葉。どんな白いの。白雪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 。まあまあ、あれ、漫画やからな。絵やから。そうやろ。はぁはぁはぁ。面白い。怒ってんのに、はは。こちらいただきました。ミスターアイアンマンからいただきました。全楽久しぶりにあややのお金ちょうだいが聞きたい情報の。懐かしい、なにそれ。あ、そうか、あややってたか。どうやったっけ。ご機嫌で忘れたな、これ。あの、いや別にそんな、そんな。どんなやったっけ。だから平泳ぎ、あや平泳ぎできるのっていうやつやろ。ちょ、平泳ぎどんな、どんな、どんな、その平泳ぎって。そんな振りでしたっけ。そうやってた。こうやって。って、どうすんねんって、こうやって、こうやって、お金ちょうだいって。
うわ、懐かしい、すごい、よく覚えてる。お金ちょうだい。何でもソフトボールのピッチャーでお金ちょうだい。うわ、懐かしい。あ、あれ、ヤンタンでやってたのか。ヤンタンです、ヤンタンです。お前にやらしてたってことやな、俺がな。お金ちょうだいってのギャグを。やってた。ああ、そうか。あややに報告があります。はい。目の前にいらっしゃいます、今年55歳になられる大御所さんまさんは、最近嫁候補として、沢尻エリカ、木村カエラ、長澤まさみ、上戸彩、などを挙げられて、放送中にいろいろと妄想されております。はい、はい。さんまさんがおっしゃるには、広末涼子さん、内田有紀さんも、さんまさんのことが忘れられないようで、愛ちゃんも、嫁候補の座を狙っているようですが、あややもこの嫁候補レースに参加してみてはいかがでしょうかって。いいです。先週またはいいですって言ってたよね。はい。だからそのいいですが一番危ないのよね、っていうことやね。うん、なんでだろう、なんか全然ですね、私。うん、あ、でも大丈夫大丈夫。俺はね、さっきの肌白い、もう全部俺想像したから。ん、何を想像したんですか。さしてあげて。まあ、でも妄想とかは自由ですからね。自由自由。自由ですからね、確かに。真っ白やもん、体。体とか言わないでほしい。そうやね。赤い下着が似合うよな、お前。何なんですか、やだ。何なんですかって。ですか妄想自由や言うたやろ、お前。だからって目の前で声に出して言わなくてもいいじゃないですか。形に表すか。いや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 。もうリンリンびっくりしてる。ねえ、ねえ、中国にはさ、こういう芸人さんっているの？いや、いないと思いますね。ですよね。中国はこの厳しいのよ。あ、そうなんですか？下の名前で読んだりすると恥ずかしがったり、下ネタをすごい嫌う国民やから。そうなの？いや、でも、リンリンは OK。私は、ここの空気に習った。うん、習ったね。習いました。本当は楽しいねんけど、国があんまりね、押さえつけてる国なんで。でも、さんまさんいけると思います。いけると思います。いけるになると思います。リンリン、中国俺、結構人気あんの、俺。中国人にないタイプらしいね、そうですよね。動いてる様とか喋ってることとか。顔も中国人っぽい。中国人の好みの顔なんだ。俺本当に中国人モテんの。へぇー。嬉しそう。いや、本当に。いや、俺実体験やから。ジョージもモテんの、中国の人に。へぇー。モテ、モテ。え、モテりやん。モテりやん。いらんこと言わんねん。だから、松浦綾も、嫁候補にほんまに、全然入ってきてもええし、俺今日改めて見て可愛いなと思うもん、お前。その嫁候補っていらっしゃるじゃないですか、たくさんね、さんまさんの中に。ご本人もそう言ってるんですか？え？正直ですよ。ご本人も、その名前挙げられた。そういうゲームじゃないね。ご本人は言わないゲームや。あ、言わないゲームなんだ。ごめんなさい。どんなゲームやったんですか？いや、これゲームじゃないの。そんなご本人が言わないゲームとかないでしょ、そういうの。ね、さあ、そしたらね、言いましょう。はい。沢尻エリカは、ハイパーな面白いおじさんが好きって言ってしまったよね。はい。長澤まさみちゃんはもう、一緒にドラマもやってるから。はい。ほんで、頭のね、髪の毛のところにハエが2匹止まってしまって、ハエ止まんの、お前、うんこぐらいやで、言うて泣かしてしまったという。泣かしたんですか？下絶対嫌われてるわ。俺は長澤と3ヶ月、4ヶ月一緒に、はい、仕事をやってきた人間ですよ。はい、長澤の気持ちが一番わかるわけ。わかる？そして。上戸彩。はい。上戸彩はもう16歳から知ってるから。うん。それで、ラブメイト店の上位に来たんですけど、うん、一度10位から落ちてしまって、中居君とやってる深夜のね。うん。いや、もう入れてほしいですって言いに来たぐらいやからね、上戸彩。わかる？なあ。うわ。などなど。あとまあね、広末はもうね、仕方がない。うちのは今なんかね、男がいるみたいだから。ああ、いけない。柏原君が。そうです、そうです。愛ちゃんは？器が、違うからな。器も器もね。器割れてますよ、もう。欠けてるならまだいいけど。真っ二つで割れてますよ。器でっかいけど割れてんだ、これ。割れてる。大皿ですけど。
残念ですけども割れてます。だからこの中ではリンリンも嫁候補には入らないわな。リンリンもまだまだ嫁候補ってない。あ、私の奥様候補、はあ、どれになるか、今の中の名前に入れてくれるかもしれない。あ、はいはいはい。お嫁さん。だからリンリン、どう、俺みたいな旦那様。ああ。うん。そうですね。うん。ちょっと。なんかね、斜め斜め。でも、好きと思いますね。あ、じゃあ、性格が好き。そうやな。中国を向いてるからな。そうですね。やっぱリンリンまだね、恋人になるのはやっぱり、あれ、若すぎるから。そうですよね。そうやろ、うん、私もそう思います。そう思います。私もそう見ます。そう見ます。そう見ます。私もそう見ます。そう見ます。だからこれからまだまだ嫁候補。これまだガッキーとか、はい、入ってくるんですか。ね、ガッキーも入ってくるんですか。入ってくるし、綾瀬、あ、これ抜けてるか、綾瀬あるか、うん、綾瀬あるかも抜けてるし、まだまだレディーガガまで行くからね。俺幅広いですね。英語 Can you speak English? いや、はるかって、はるかカナダさんが入ってくるんちゃいますか。髪横からフーフー吹きながら。やめ言うね、お前。だからレディーガガまでもう、俺はまあ、本当はあれあいつやからね、ジェシカ・アルバやからね。本当の、本当の理想はジェシカ・アルバやから、あのね、ちゃんちーはもう、昔はもうちゃんちーも上位やってんけど、かわいかったね、ちゃんちーはもう最近ちょっと諦めてんのと、あんまり、ラジオ、ラジオ。やばい、長いだ。面白い。衛生花粉症だから。面白い。ちゃんち最近なんか映画の絵のないやんか、ちゃんちの。そうですね。ないよね。どうぞ。あれどうしとんねやろね。別にいいじゃないですか。どうしてんねんでも。どうしてんねんって。もっと心配することあるでしょ。あいつどうしてんねん。ちゃんち、別にあった親戚でも知り合いでもないし。あいつどうしてんねんって。もう許したってください、ちゃんちは。確かにな。確かに。ごめんなさい。おしまい。村上ブログのコーナー。はい。さあ、行きましょうか。今日読み手が、リンリンも読むの？読みます。あ、そうかそうか。高橋とリンリンが読むんだ。あ、3人で。私も読みます。お前も1枚読むの。はい。それでは高橋から。はい、行きます。富山県の最後の雑炊さんからです。5月31日、松尾番内の男女兼用ファッションをジャパンエキスポで紹介することを思いついた。ヨーロッパではロリータやなんちゃって制服などの個性的なファッションが大人気と聞いたからだ。男女兼用もおしゃれの本場、フランスでは案外受けるかも。たけしさんの映画が北のブルーと呼ばれたように、まっちゃんの衣装が松尾ブルーと呼ばれたら、僕も世界の松尾についていくことにしよう。ただああいうファッションをわざとやってる人がいるんでね、ヨーロッパには。だから普通に見ある。だからまっちゃんがいつも服買いに行くところ、男女兼用服ね、そこの店員さんも普通やねん。へえ、はあ、これいいの入ったのよって、男の人やねんけど、これいいの入ったのって言って、これいいと思わないとか、言う人やから。で、あ、それのね、パンツはこっちがいいのよ。パンツあんた買わないわねって、いうグループやからね。何にもこれ大事に変わるんですかとか、これ女もんですよとか言わない人やからな。まっちゃん来たら、もうその人は、あ、そうそう、松尾さんいいの入ったんですよ。で、これ、まっちゃんも、これどういう時に着るんですかとか言ったら、そうね、小旅行とかいいんじゃないのって。何やねんその小旅行って俺たち思うけど、その仲間の人、そうね、小旅行なんかいいわねって言ってる仲間やから。だからその世界不思議なもんなんですよ、あれ。もう来とるよね、女もんみたいなやつをピシッと。だってちょっとマッチョの、ちょっと痩せマッチョの人に着せるピシッとした服ばっかり作ってあるやろ。そうなんだ。あれだからもう
ひょっとしたらまっちゃんの服いいわねっていう人多いか分からへんね。かもしれないですよね。じゃあ持っていくべきですね。そうそうそう。本当に。あの服は言わないでしょ。あれは、笑うよな。笑いますわね。さあ、リンリン、大丈夫、はい、読めますか？はい、読めます。千葉県、オレンジの6番さん。6月2日、ジュンジュンとリンリンがブログを始めた。中国語で書いてあるので、ニュアンスしかわからないが、二人のふるさとのファンたちは嬉しいだろうな。最近は、はるばる中国からも、モーニング娘。のコンサートに来ているファンが多いらしい。よし、ジュンジュンリリにブログで村上食堂を紹介してもらおう。中国のファンの皆さん、ジュンジュンの特製餃子をメニューに加えて、来店をお待ちしています。僕は中国の方とお付き合いをしたこともあるから対応は完璧やで。はい優しいですよ。ひらがなを書いてくれて。だから、ひらがなは全部読めるんだ。あ、読めますよ、もう。へぇー。はい。はぁ、そうなの。あはは。ほんで、今読んだ意味も全部わかんない、大体。大体全部わかります。あはるばるはわかんなかったんだ。あそうなんだ。わざわざ。わざわざ。わざわざ来てくれた。そうですか。はい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 。なにんで、中国から不安聞くの、最近。最近うん。いていますってことです。いやいや、中国から来てくれんやろ、見に。あ、そうです、そうです。超嬉しいです。あ、うん、それは、リンリンの昔からの不安。え、どっちだろう知らんか。知らんか。でも、上海万博にいた時、昔のファンも来てくれたんで、顔見たことあるんだもん。そうです。今度コンサート行くんでしょ上海万博。万博でコンサートするのは、リンリンとジュンジュンと、グループがあるんですよ。うん、上海万博用のグループができたんで、それでやるんで、モーニング娘。は出ないんですけど。あ、リンリンとジュンジュンがやるのそこで。中国喋れるしね、まあ。そうです、そうです、そうです。はい、で、モーニング娘。の歌を歌うのなんか、まだメニューが、そんなに決まってないんですから、うん、でも歌うと思います。はい。その時不安来るんだ。来る。来る。リンリン、その時はまた中国語に帰って歌ったりするのいや日本語のままで、ね、でも、中国語の歌も歌おうかな、多分。あ、歌うけども。歌いたいですよね。モーニング娘。の歌は中国に変えないんでしょ日本語で歌うんでしょそうですね。そやよね。で、それの方が嬉しいのよね、向こうの人は。そうですね。そうだ、我々が英語の歌を真似したいのと一緒で、そういうもんらしいんですよ。そうです、そうです。だから、じゃあ、日本語で歌ってほしい、日本の歌は。そうです。そういうことですよね。あ、そういうこと。あ、いらないこと。言わなかった。言わなかった。タイミングが最高。やった。やった。さあ、松浦、はい、うちの嫁候補、今第7位。山口県ラジオネーム、なになにさんからです。6月4日、テレビで、鶴瓶の家族に乾杯をやっていた。これは全国のいろんな街を旅して、地元の人たちと交流するという番組だ。さんまさんがいきなり、庄司、俺やったらもっと笑い取れるはずや、鶴瓶兄さんに頼んで、さんまの家族に乾杯をやらせてもらおうか、と言い出した。さんまさんのことやから、5分も街を歩いたら、ゴミブチタクシー呼んでくれとか、ゴミブチ喫茶店で休んでいくから後頼むでなんて言い出すに違いない。とりあえずロケにはダブルキャストとして原口くんを連れて行っといた方がええやろな。もう確かに、まあ、鶴瓶兄さんみたいなやり方もあるけど、我々の場合、ロケ行ってもテンションが高いんで、しんどいんですよね。ロケも行ってもいいんですけど、もうしんどいんですよ、もう。定食がいっぱいあるのと、なんか、ね、庄司なんかもなんかすぐボケたりするんで、もうしんどいんですよ、突っ込まなきゃいけないっていうのが。だから、あれを毎週は辛いな、庄司な。辛いですね。確かにみんなもね、はい、アカシアテレビのメンバーがロケに行くとすっごい面白いって、もうみんなもう、さすがですねとか若手なんか、あれは我々真似できないさのロケはとか言ってくれるんですけど、おいらも手応えはあるんですけど、
今日笑ってる。毎週はもう、あれは。毎週でも行け、サマさんって行けると思いますよ。きつい。あれ大丈夫、きつい。やっぱりもうやりすぎやねんて、やっぱりもう、手抜くとこは抜いてな、あの、宮崎のな、でも、これ、あマンゴーですね、とか。いや、抜こうとしても、あの、抜かしてもらわれへんからね。普通にマンゴーで紹介したらいいけど、マンゴーやーとわーとか言って、もういらん大きい声。普通の声、大きな声出してるだけです、こいつら。うわ、マンゴー、マッチョ見て、うわ、綺麗、うわ、綺麗ってもう。マンボーとかいろんなことに出るから、それマンボーマンボーとか言うから、もう進めへん。あの、大したことは言ってないんですよ。大したことは。ちょっとしたダジャレをどでかい声で。まあ、大声で叫ぶっていうのが、もう、アカシアファミリーの。すごい。ハリエ。ハリエ一派たちはね、ロケ疲れる。マッチは倒れよって、魚釣りのとこ、綺麗言いすぎて。いや、あいつね、魚、沖縄行って魚、はい、沖縄の魚って綺麗じゃないですか。釣、はい、れた釣れた、マッチは見て、うわ、綺麗って、いちいち言ってたんですよ。うん、うわ、本当綺麗、お、見つけ上手。マッチはまた釣れた、うわ、綺麗って言いすぎて、なんか空気が変になったのよ。それも船の横で酸欠になっちゃう。寝てしまったっす。すごーい。うわー綺麗言うだけですよ。見てないのに。よっぽど使ってない。だから、俺だね、俺たまに思うんですけど、うん、俺もロケとか行ったり、うん、舞台やると頭ガンガンする時があるんですよ。で、むやみに大きな声出してるだけなんですよ、大体。喉持たない。喉持たない、今のところ持ってるから、だから出ないなりに出てしまうでしょ、こうして。だから松浦なんか先週、大丈夫ですか、声とか言ってましたけど、出てくるでしょ。一回目より全然出てきてますもん。だっておはようございますって会った時とか全然出てます。そうやね。一回目よりで、おかしいよ、その言い方。その言い方おかしいやろ。先週ね。先週より。言うな、一回目。言うな、バレバレた。バレバレた。ほら、言うよ。ほら。いい。何もない。おしまい。今のカット、今のカット。噛みませんのコーナー。あれ、今日は特別でしょ。すいません。噛みませんが危なかった。はい。いきます。このコーナーはい。説明。ごめんなさい。すいません。先に。はい。このコーナーは私高橋愛がモーニング娘。のリーダーとしてライブステージの MC やメディア出演でこれから噛むことがないように滑舌を良くするコーナーです。ヤムスメンバーも今後のためにチャレンジしますので、さんま先生、誰の舌が滑らかだったか評価をよろしくお願いします。しますので。します。無理やと思うんだけどね。タイトルが間違ってる。ほんまやね。だから高橋愛ちゃん、並びに今高橋愛が一番やらなきゃいけないけど、他の人も早口言葉とかアナウンサーがとかの人だから練習してるからね。そうですよね。それやっぱり練習してたらええわ。はい、これは。ほなもう、同じことを2回、同じことを1回ずつ。1回で、違うことをもう1回ずつと。はい、誰が一番うまく言えたか、対戦するわけやから。はい、はい。高橋から、いきなり高橋からええのか、お前。いいのいいんでしょいいのって。うん、いいよ、高橋から。いいよ、高橋愛を鍛えるためやから。大丈夫、私言うですよ。うん。それでは、川田アナウンサー、一つ目のお題をお願いします。では、一つ目のお題です。日本があるんだ。茨城市、ラジオネーム、さゆみ、あぶらみ、ヘルプミーさんからいただきました。つんくの靴、普通の靴。つんくの靴、普通の靴。言えるよ。これは言えるな。これは言える。これは、なんぼなんでもバカにしすぎや、高橋愛よ。それでは、行ってもらいましょう。つんくの靴、普通の靴。つんくの靴、靴、あ、ダメだ。これ引っ掛けやろ引っ掛けとか言うの早く3回言うねツンクの靴普通の靴ツンクの靴普通の靴ツンクの靴普通の靴普通の靴やっぱり高橋お前あかんねんなんでこれ倫理なんか
嫁大丈夫？大丈夫です。本場の日本語を見せたいです。そうそうそう。そうそう見せてよ。3回ですね。3回。はい、つんくのくず、ふつのくず、つんくのくず、ふつのくず、つんくのふつこつのくず。ええー、いやいや、苦手だよ。でも、うまいうまい。舞ちゃんより勝つでいいよ。いやいや、日本語わからない人が、ここまでいけるんだよ。じゃあ、あの、リンにもっぺやってみ、それできるのはすぐ落ち着いたら。つんくのくず、ふつのくず、つんくのくず、ふつのくず、つんくのふつこつのくず。あ、勝つ。3回目惜しかったね。おい、3回目いってますよ。難しいのこれ。いや、おい、難しいの、どうか。はい。つんくの靴、普通の靴、つんくの靴、普通の靴、つんくの靴、普通の靴。さすがー！すげー！すごい。さすが松村、親が厳しかっただけのことある。すごいわ。つんくの靴、普通の靴、つんくの靴、普通の靴、つんくの靴、普通の靴。あ、言えたー！すごい！いやいや、まあ、だからお前欲しかったなー。ね、惜しいです。惜しい、惜しい、惜しい。惜しい、惜しい。次が難しいんでしょ？あ、次は多分難しい。これも圧倒的にも松浦が優勝やから、第1回戦は。そうですね。そうですね。2回戦は。じゃあ続いてお願いします。続いてのお題です。東京都ラジオネームみかんもちシーズン3さんからいただきました。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。これ親あやとかになっちゃう絶対。だこれあのアナウンサーの、試験でもそのあややに親親や生まれなさいとかいう早口言葉がアナウンサーの独音であるんですよ。これはもうアナウンサーも全部やってることやから。これは難しい。お前無理やな。高橋、これは無理やって。そういうものはいけるかもしれない。おう、行ってみよう。飛び行って、飛び行って。じゃあ、行ってみようなら。行きます。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。親あやや。惜しい、惜しい。惜しい、惜しい。ごめん、ごめん。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。ああ、やった！まあちょっとお気に入ったけどな。早口言葉ではなかったけど。これは、まあまあ、高橋にては上出来や。これは難しいやろ、リミ。難しいですか？難しいと思う。どうぞ。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。あややの親は親あやや。嫌が多かったよ。早いなんか。はい、もう一遍。あややの親は親あやや、あややの親は親あやや、あややの親は親あやや、あややや、あややや、あややや、なんで最高潮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 なんで最高あややの親は親あやや、あややの親は親あやや、あややの親は親あやや。おお、やったやん。すごいすごい。なんか商品ないですかな。ないですか。ないですかな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 。なんか商品ないですかな。これはね、松浦、これはこっちの方が簡単なんだ。あ、難しいように見えて。そうかな。だから松浦簡単にできるわ、これお前。どうですか。ああ、松浦どうぞ。いきます。あややの親は親あやや、あややの親は親あやや、あややの親は親あやや。おお、綺麗。しかも綺麗。こっちの方が難しそうに見えて簡単だったんだ。簡単だった。本当そう。ね、クが出てくるもん。なんでだ。何が？普通の、はい、何でもないんです。いやでもクが出てくる。違う。普通の靴っていうのに苦痛の靴って言っちゃいそうになる。あれ？じゃあ言っちゃそうになって、そう言ってるやん。はい、すみません。普通の苦痛の靴。だからこっちの方が引っ掛けだなと思って。引っ掛けではなんだない。どうしたの？何でもないです、もう。すみません。ありがとうございました。いやいや、もうちょっと高等なのも。え、松浦やっぱりすごいわ。いや、すごいですよ。でも好きかもしれないです。坊主がびやぶに上手に坊主の妖怪いたとか、早口言葉好きなの。好きなの？うん。え、カエルピョコピョコ。カエルピョコピョコは言ったことない。カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ。カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ。お前すごい。すごい。赤パジャマ、赤パジャマ、キパジャマ、チャパジャマ。赤パジャマ、キパジャマ、チャパジャマ。あ、松浦お前すごいわ。本当ですか？ああ。そうかな。綺麗しかも。そうそうそう。ああ、よく滑舌はやっぱ練習したんだ。うるさかった。
ったんですよ。だからな、すごいすごい、お前難しいの、いけるのじゃん、アナウンサー、うん、いつも練習してるような。ええー、いや、この間アナウンス室にお仕事で行ったんですけど、もうなんか書いてある文章が意味わかんなくて言えなかったです、ね。あ、文章はね。そう。文字も。だからこれとかも頭でイメージすればいいじゃないですか。つんくさんの靴は普通の靴って頭でイメージすれば言えるんだけど。頭でイメージするのか。だから文字を見ちゃうと多分逆に言えないんですよ。つんくさんの靴は普通の靴って頭で。そう。あ、それから高橋お前頭で、あの、イメージしてみ、今、つんくさんの靴は普通の靴って。つんくの靴は普通の靴。つんく呼び捨てちゃあかんやん、靴。これでもツンクの靴。あ、うん、これでね。ツンクの靴は普通の靴。ツンクの靴は普通の靴。そうや。ツンクの靴は普通の靴。おお。それで、それで早口にせなあかんね。はい、せーの。ツンクの靴は普通の靴。ツンクの靴は普通の靴。ツンクの靴は普通の靴。まずそうか。頭でイメージすんのか、お前。目で追うと、言葉の方が早いから追いつかない。どちらかパジャマ、キパジャマ、チャパジャマも、もう置くんだ。いい、そう、チャパジャマ、チャパジャマ。はぁ、はぁ、はぁ。いや、チャチャマチャマ言えてないよ。曲の紹介、はい、はい、すいません、以上高橋愛を噛みませんのコーナーでした。はい、それではモーニング娘。の9月9日発売の43枚目のニューシングルを聴いてください。モーニング娘。で青春コレクション。絶対癒せませんのコーナー。さあ、リンリンは大丈夫か、このコーナー。大丈夫と思いますね。ああ。どんなコーナー？どんなコーナー？要するにちょっと色っぽく、セクシーに、言葉を言う。そうか。うん。そうか。笑ったか。ヘルシー飲むか高いぞ。だから、どう言うて色っぽくね。色っぽく、うん、色っぽく言う。いや、難しい。難しい。だから、まずはまあ、簡単な、はい、やつから言ってみるから、はい、そこで、まあ、教える、リンリンには。はいはい。高橋から。はい、行きます。埼玉県の三重ジャパンさんからです。ゴージャス。まだわかる。リンリンに説明つかないやろ。ゴージャス。ゴージャス？ゴージャス。終わり、終わり。そう、終わり、終わり。終わり言い方ね。そう、早う、色っぽく。ゴージャスとか言う。息抜けばいいか。そういうこと、そういうこと。そう、やっぱもうすぐ掴んだわ、リンリンすごい。リンリンやりそう。ツンコンには言うとく、それは。ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、どうぞ、リンリン。はい。天笠騎士、北野酒場さんから。はい。内緒。内緒。内緒。それで、ね、あの、前もやったんですけど、前も、中国の方が、台湾の方がいらっしゃったんでね。はい。台湾都市スコムーンに。ああ。あいつ中国語でやっとったのね。うん、内緒は中国語なんていうの？ミーミー。それやってみ。はい。ミーミー。内緒じゃないんだから。ミーっぽく。ミーミー。それ、ロングランなんですよ。内緒ミーミー。女と、うん、はいはい。はい。内緒だってこと。あ、もう一回やりますか。ああ、なるほどな。さあ、行くよ。はい、わかりました。綾部市の北木の巣さんからです。ボーナス。なんだそれ言葉のチョイスが悪いんですね、絶対。そうそうそう。ボーナスをどう色っぽく言えばいいのじゃあ、ボーナスっていうことやろ、要するに。まあ、次が問題やから、次が肝心やから。続いてさ、高橋。いきます、東京都のアクセスさんからです。ホッ、ホッ。えホットホットです。だから、あっ、はっってやつが。だからもっとそうせや、お前。これ別に藤井のパクってもええわけやからやな。はっ、はっってやろう。ホッ、ホッ。違う言うてんね。はっ、あっ
はい、どうぞ。ハート、ハート。ああ、もう。レニー大丈夫ね。はい、多分大丈夫。ああ、行こう行こう。ちょっと掴んだ。ああ、そうやろ、掴んだ。はは。岩手県、マジマックスさんから。教えて。普通やん。教えて。いや、これが、これが、私の中の掴んだ。あなた、掴んだけどすぐ離した。なくなった。はい、なくなった。なんて言葉は教えてです。教えてっていうもん。教えて。うん、教えて。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 うん。教えて。あかんな。違うじゃん。中国語で中国語で。教えては。あ、どうぞ。教我。かわいい。教我。それを色っぽく。色っぽく。うん。セクシーに。うん。教我。あかんなぁ、まだ子供やなぁ。あかんねぇ。あと1年だもん。二十歳になって。まだ未成年だよ。はい、松村最後ビシッと締めるよ。締めるかな。はよ。明石市の明石のポチさんからです。めっちゃ暑い。おー、やっぱさすが。さすが関西弁来た来たよ、高橋。頑張ったわ。高橋ともリンリンが全く今日ダメやったから。今の分かった。今の分かった。めっちゃ暑い。めっちゃ暑い。めっちゃ暑い。どうぞ。めっちゃ暑い。いや、盗み。もう終わり終わり。終わり。さあ、今日はね、リンリンが来て。どうでした、リンリン、こうしてラジオの DJ をやるっていうのは。いや、本当にまた来たいです。ずっと言ってたんです。これ聞いてから、すごい楽しみにしてて。そうですね。簡単な相手で。超覚えてて。ジュンジュンが2回出てるから、なんで私はっていうね。なんで私も出たい。これももうツンクさんの仕業や、そうですよね。私を出さないツンクまた日本の女の子と違って自己主張はちゃんとやる気はもう素晴らしいね。日本人には欠けてるところやね。日本人の女性は特に自己主張しちゃいけないようなお国柄なんで、俺ももっともっと自己主張した方がいいと思うわ、日本も。だからつんくにはもう今度おったら、もしね、言うとだけるリンリンに1行でもええからソロパート上げてくれと。本当にありがとうございます、さんまさん。今度中華でも怒りますから。本当に怒られる、最高。できれば、もう絶対言うとくからもう。絶対言うとくから。じゃあ頑張れよ。というわけでお相手は明石家さんま、村上昌司、モーニング娘。の高橋愛とリリンと松浦綾でした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。Find a place to make your stand.